憲法着色、武田信虎夫人像大井の方天文21年5月7日は、戦国時代の女性。海の国主語である、武田信虎の性質。武田信玄らの母。大井夫人とも言われ、実名は不詳。定発後は、武田氏の館である、筒子ヶ崎藩北の五院巨桑に移ったことから、沖田様と呼ばれる。随運院伝。海の西軍の国衆で、 武田氏一門でもある、大井信たちの娘として生まれる。開始後武田氏と国州との交争が続いていた室町、戦国期において、西郡国州の大井氏は、駿河国の今川氏と結びの部長との交争を続けていたが、永正十四年に、新たちは信虎と和睦した。この時娘は信虎の性質として嫁いだため、 大井夫人の腰入れは人質的性格の強い政略結婚であったと考えられている。信虎との間には、永生16年に生まれた長女をはじめ、着男、春信、信重、信門を生んでいる。なお、大井氏では着男信量らが武田一門として家臣団に加わって三帝と六帝は無統制を名乗っている。後に、木秀元博を、 大石の菩提寺である朝善寺に招き、春信に、四書五郷、真五子、五子等を学ばせたという天文十年六月十四日に、信虎が春信によって、駿河に追放されるが、後も信虎に随行することなく会に止まっている。国主となった春信は、品の信仰を開始するが、天文十七年二月十四日には、上田原の戦いにおいて大敗するが、 敗戦後にも在陣を続けた春信部は、大井夫人の説得を聞き入れて帰還したという。また、時期は不詳だが、演山工学案や大前寺への寄進を行っている。天文21年5月7日に死去、去年56。法名は、随雲伝月玉、泉大師。墓所は、駒郡大井里の長禅寺であるが、後に長禅寺は信玄により、甲府へ移されている。 信門は武将画家とも知られ甲府大泉寺所蔵の信虎の肖像を書き残しているが、甲府町前寺所蔵の大井夫人肖像は、没後の一周期に信門によって描かれた供養像で、画中には大井夫人の和歌と信虎階祖の大泉寺住職の三文が寄せられている。信虎の青年については、明王三年とされているが、 近年は明王7年とする説も提唱されている。なお、信虎には、側室として、海の国衆今井氏の娘、最小院などがいる大石ら外国衆と信虎の構想については、黒田元木、海の統一へ、山梨県市通史編に中世長女は、今川義元の性質である上演員で、交渉、春三国同盟の一環となる、木の春同盟締結のため今川家に嫁ぐ。 天文19年に死去。着南春信は、大英元年11月3日出生で、同時期には、鶴が今川家臣、福島正重率いる軍勢が交付に迫り、大井夫人は、筒子笠間の詰城である溶外山城に退避し、同所で春信を出産したという。また、春信の,の弟で信重の兄、犬、千代の実母ともされる、柴辻春六。 武田信玄合戦六、高城再記、山梨県史資料編六中世三書斎の部門の画業、大井婦人肖像等の作品については、山梨県史文化財編、伊沢恵リ子、絵画、山梨県史通史編に中世。ありがとうございます。